インメディアスレストは、物語を最初から語る代わりに、中途から語り出す文学、芸術技法のこと。登場人物、舞台設定、葛藤は一元のフラッシュバックもしくは過去の事件に関係する登場人物を通して紹介されることが多い。おそらく期限は交渉で、助持詞では慣例だった。ホメーロスのオデュッセイア、イーリアスに使われているほか、ポルトガル文学では、 ウズルジアダス、ドイツ文学では、ニーベルンゲンの歌、インド文学では、マハーバーラタ、フィンランド文学では、カレワラが、インメディアスレスで始まる。ベルギリウスの、アエネースはホメーロスを模倣したもので、トルクアートタッソの、解放されたエルサレム、ジョン・ミルトンの、失楽園、ダンテの、新曲地獄編がそれに続く。インメディアスレスも、AB 応募も共に、ローマの詩人、 ホラティウスのシロンの147から148行に由来する。ホラティウスは女児ジジシについて次のように意見を述べている。彼はトロイア戦争を双子の卵から始めることもせず、常に本筋にせき立て、聞き手を物事の中途に連れ去る。ここで言う双子の卵とはトロイア戦争の原因となったヘレネート、クルタイムネイストラーが 白鳥の姿に化けたゼウスに侵されたレーダーの生んだ、卵から生まれたとする神話への言及である。なお、ニーベルンゲンの歌は、必ずしもインメディアースレースには該当しない。ありがとうございます。